コウスケくん出てきましたね。これ主人公らしいんですけど。なあ、立花。春なのにセミの声が聞こえるって、やっぱりおかしいよな。え？立花っていう人に話しかけてるけど、立花僕ですか？お疲れ様です。ムービンです。はじめましての方は、はじめまして。私、ゲーム紹介バーチャルおにぎりのムービンと申します。今回からですね、フリーゲームなんですけれども、こちらのマージカルマン、イトワというね、ゲームを実況していこうと思います。イトワが、In the Twilight of the Afterlife の略称というか、頭文字取ってイトワらしいんですけど、これ結構有名なフリーゲームで、泣けるフリーゲーム RPG としてとてつもなく有名です。はい、有名ですって何回も言っちゃったんですけど、こちら実況許可がちゃんと出ているゲームですので、今回やっていきたいと思います。というわけでニューゲームで始めていきましょう。あらすじ的には、なんか死後の世界をね、旅するらしい。え、こんな感じでスタートするんですか？はい、私の誕生日は11月2日、いいおにぎりの日なので、11月です。はい、11月で OK です。はい。What pro proposal yo わかんないっていうね。一応繰り返しになるんですけど、死後の世界をプレイするというか、死後の世界が舞台になってるゲームなんですけど、一応ねホラーゲームではないらしい。でめっちゃ感動するって聞いたんで、ちょっとハードル上がっちゃうんですけど、これね、でも小説家とか、ん？小説にもなってる、書籍化されてるフリーゲームなんですよ。いや、すごいんだろうなと思って、今からドキドキワクワクなんですけど、大切にしているもの。絆、夢、記憶、運命、慈愛、時間、勇気、信念、思想、平和、功績、富、健康、言葉、まだない。いっぱいある。個人的には絆かな？はい、絆で、OK です。ゲームの難易度を選んでください。後で変更することもできます。まあ、初めてなんで、ノーマルでいきましょう。はい。そうね、本来の難易度。マージカルマンの本来の難易度です。これ昔ね、マージカルマン、イトワじゃなくて、マージカルマンってのもあったらしいんですよ。で、それが完全版になって、このイトワってシリーズになってます。はい。物語に、この物語には実在する地名や人名などが登場しますが、これはフィクションであり、実際のものとは一切関係ありません。神々ですね。めっちゃいい風景。フリーゲームなんでね、ちょっと画面の横幅が小さいんですけど、夏？生と死の狭間、教会人たちは、かかと、きびつだっけ？なんか振り返る時のやつだよね。コウスケくん出てきましたね。これ主人公らしいんですけど。なあ、立花。春なのにセミの声が聞こえるって、やっぱりおかしいよな。え？立花っていう人に話しかけてるけど、立花僕ですか？立花、あれですかね？某ギャルゲーの立花ですかね？やっと聞こえたんだね。聞こえたんだね。返しましょう。森！がっつり樹海ですけどね。あれみんなどこに行ったんだ？完全に RPG ゲームみたいになってますけどね。ファンタジー系のステージになってるけど。おお？え？これは一体？恐竜みたいな声が出てきたよ。いきなりどうしたんですか？うわ、何する？やめ！コウスケーコウスケだよね、確か。あ、これね、ちゃんとね、読み方がわからない人とかね、名前とかね、載ってるんすよ。ね、振り仮名が振ってあるメモ帳があって、ネタバレにもなるんだろうけど、あれ？これコウスケくんだよね。多分今コウスケでカッコで出てたよね。確か出てたと思うんですけど、はい、コウスケだと思います。というわけで、ちょっとカーソルキー映っちゃったんですけど、なんなんだこいつ。ホラーゲームじゃないって聞いたんですけど、私。チェック。バーサスを選んで戦闘開始しよう。まあ、かっこよ、BGM。あんまり、他のゲームの名前出すのはあれだけど、某スタイリッシュ RPG ゲームみたいな感じ。バーサス選びましょう。アタック、スキル、ガード。え、なんでプラス3ってなんだ？とりあえずアタック選ぼう。落ちたもの、ダースト。次に戦闘のパラメーターを確認しよう。TP は固有技を使用するために必要なポイント。TP どこにある ?TP、あ、TP1 って書いてあるね。HP は、このゲームで最も重要な猶予のポイント。猶予。
執行猶予とかの猶予だね。 MP がスキルを使用するために必要なポイント。固有技とスキルはどう違うんだろう。 HP の残量に気をつけながら相手を倒せ。41ダメージ、13ダメージ。 HP クソ多いんだけど。なんで余裕じゃんこんなん。スキル見てみるか。鋼の盾、3ターンの間猶予の少ない人に変わってダメージを受ける。これ仲間が出てくるのかな今後。ガード、ガードはなんだ、ガード、あ、プラス3っていうのがこれ固有技のためのあれかな。プラスしてたまんのかな。アタックしても TP はたまるけど、ガードした方がたまるよってことね。あ、でも相手の HP やばかったね。まあ、猶予だけど。クソ、キリがない。お、かわいい子ちゃん出てきたよ。誰だ ?9199。カウンストしている。じゃあガードしよう。この人にアタックしてもらおう。あ、強そう。あ、でもそんなにダメージ入ってない気がする。TP は戦闘ごとにリセットされ、戦闘中の行動によって増えていくぞ。アタックすると1増えて、スキル使用で2増えて、防御を行うと3増えます。5ターン以内に TP をうまく貯めて、ネガストロークを倒してみよう。じゃ、今だいぶ溜まってるから、これ、でもわざと、TP 消費。あ、固有技の中でも TP を消費しないものがあるんだ。ん?いや、TP 消費しないものないよな。あ、緑色が TP か。だからこっちだ。これ、青いのは、あれだ、MP だから。じゃ、これガードしてとにかく貯めよう。このキャラクターは。で、こっちは、999。聖よからの逸脱?じゃ、猶予からの逸脱?単体の HP を回復する。あ、なんだ、回復できんのかこれ。なんか HP めちゃめちゃ多いから回復できねえんかと思ったけど。じゃあ、こいつは特にガードする利点がないんで、殴りましょう。うん。ゼロダメージ、めっちゃ強キャラやん。そうだよ、ネガストロークとか、バタフライト。ネガストローク、バタフライト。なんで、あれなの、水泳の技っぽいの。ストロークとバタフライト。まあいいや。固有技で、これ防御力貫通ダメージ。防御力貫通ダメージ2人で、これ変わんないじゃん。こっちの方がパワーが高いとかなのかな。とりあえず15を目指しましょう。貯めましょうね。で、殴っていく。うん。もう一回貯めれば、あれだね。こういう技が使えるね。OK。防御が高いのかな。というわけで、ネガストローク打ってみましょう。敵全体になった。敵全体なんだ、これ。じゃあ、まあ、普通に殴っていいか。ネガストロークめっちゃ入ったりしないかな。お、暗いな!どうだ?眠らせた。お、いいっすね。でも HP まだ全然多いんだけど。じゃあとにかく貯めるか。一番溜まったやつ打つか。これ続けるか、とりあえず。長くね?え?セカンドエンドを与えた。戦の手引き、コレクターブックもらいました。はい。とりあえず技打ったからチュートリアル終了なんかな?お悔やみ申し上げます。あ、死んでる?まさか。まさか死んでる?死後のストーリーを楽しむとは聞いてるから、死んでる?この人。狭間康介さん。男性。確か受念だっけ?読み方。そう、17歳で死んだ人に対してはこういう受念だっけ?そういう、ね、単位を使うよね。大変に残念なことですが、狭間様はすでに亡くなられています。ここは死者が迷い込む場所、狭間の世界。狭間だけにな。ああ、そういうことか。最近こんな夢ばっかりなんだよな。現実逃避が始まりました。康介くんの、ね。私はあなたのような迷い人を導く案内人。神様的な感じ?今度は死の案内人かい?死の案内人。死神のようなものです。名前は?特にありませんが、強いて言うなら、飯に神かな。読み方。女死神かな。でしょうか。そう呼ばれてきましたので。嫌じゃないのか、その呼ばれ方。嫌そうだね、普通に考えて。差し支えありません。狭間様もどうか、どうぞお構いなく。お気遣いなくだった。読み間違いが多い。昔から思ってたけど、私ムービー。これ動かせんの?動かせんの?待って。そうだな。じゃあ、目が覚めるまでよろしくね、女神さん。お気遣いありがとうございます。それで俺は何すればいい?あなたがここへ来た理由はまだわかりませんが、あなたは何かに囚われています。未練があるとか、そういうこと?それは生への執着か、成し得なかったことへの後悔か。当然だけど心当たりなんてないぞ。あ、別に死んでも、あ、生きてた時これすらよかったのになとかないんだ、康介くんには。
あなたは時間の制約から解き放たれました。今狭間様を束縛するのは猶予のみ。猶予が尽きる前に全てを清算してここを旅立たれることを願っています。でも HP なんだから回復すりゃさいいじゃん。別にそうすれば、あ、そのもしかしてこの女神さんが HP 回復技使えるだけで他のキャラクター使えないとか、なんかパーティーも増えるっぽいんだよね。いけないんだけど、一応聞いておこう。その猶予とやらが来たら、尽きたらどうなる。猶予が尽きて執着心に支配されてしまった。執着心に支配されてしまった。境界人は自我を失い、あ、さっきみたいなやつ、落ちたものダーストとなってここをさまよい続けます。そうなってしまいますと、もうここを旅立つことも転生することもできません。あ、そう、輪廻転生的なストーリーが関わってんのか。人が死んだら確か魂がなくなるか、なくなってついえるか、輪廻転生か選ぶみたいな、死後の世界よくあるあれだよね。そういう話よく有名だよね。なるほど、もたもたしてたらあんな風になって女神様に消されてゲームオーバーか。それも悪くなそれも悪くないなって言いそう、言いかけたお前。お言葉ですが、狭間様、これはゲームではありませんよ。もちろん夢でもありませんよ。ゲームじゃない、ゲームじゃない、本当のコートさ。すいません、はい。まあ女神さんがいればダーストは怖くない。案外楽にいけそうだな。狭間様、言い忘れてたことがあります。私は限られた行為しか許可されていません。境界人に説明が終わった後は戦闘過程に介入することを禁止されています。ですので先ほどのようにお手伝いすることはもうできないかと。なんだそのハードモード、現実はそんなに甘くないってことか。結構嫌じゃないね、この主人公の喋り方。うん、結構好き。いや、現実じゃなかった。さっきからやたらにレアリティがあるんだよな。まだ夢だと思ってんのか。早く終わらせよう。終わらせて楽しい楽しい春休みの続きだ。あ、行っちゃった。第1章、うずきと無限かな？読み方わかんねえ。これさ、何ボタンでメニューだっけ？ちょっとね、メモ帳見ますね。メモ帳にいろいろ操作が書いてあるんですけど。はい、だいたい操作見てきました。メニューが自由に開けるんですけど、現段階だとセーブはないね。で、一応持ってた、戦闘の手引きとか見たんで、そこら辺はあれだね。あの戦闘のオート戦闘のやり方とか書いてありました。コレクターズブックは出会った敵とかが見れる感じですね。で、これが持ち物装備だね。ちょっとつ猛進弱者の盾っての持ってるね。で、スキルはこのさっきのネガストロークとバタフライトっていう、なんか個人的にこれ見た時に水泳って思ったんだけど、な、でもたまたまかな。なんか、いや、でもなんか特殊なことだから、特殊な名前すぎるから、あ、水泳部に所属だ。じゃあこれあれか、水泳関係あるんだ。なるほどね。今ステータス見たら水泳部に所属ってありました。趣味は写真とバンド。確かにバンドやってそう。で、チェンジってあるんですけど、まだ今は関係ないですね。とりあえず進みましょう。うわー、なんか異界の人たちめっちゃいる。猶予が減ると、髪は白髪に近づいていく。自分のイメージした色に変化しながらね、自分のイメージした色に近づきながら白になっていくの。君はまだ黒いから来たばかりということだ。僕はなぜ緑なのかって、それは植物が好きだからだよ。あ、そうなんだ。黄緑色の髪の境界人と知り合った。あ、なんかアイテムもらった。あ、じゃあ話していこうか。ここにいる常連は諦めたやつらや、まあワイもその一人なんやけどな。言うても自分死んでもうたんやで、今さら何をせえと。このまま猶予っちゅうのが来て消えた方が楽やで、絶対な。楽しくやって派手に消えたったらええねん。境界人と知り合った。アイテムもらえる、ね、RPG だからね。今回長いシリーズになりそうですけど、基本操作、あー、これ一応見たけど、一応基本操作見とく。うわ、めっちゃ便利、優しいやん。めちゃめちゃ見れますね。一応あのメモ帳にも書いてありました、コンフィグバーさんと。まあこんなもんかね。一応他のも、あ、じゃあ間違えました。一応なんか便利な機能ってのも見るか。他らと、まあ一緒かな、大体。一緒だけどね。八方美人。移動速度、移動方向のことは、あ、8方向とかもできるんだ。あ、でもちょっとやりづらいから4方向にしようかな。ちょっとやりづらいからね。特にホラーゲームじゃないから、逃げるとかの要素もないみたいだしね。おせっかい女子高生、スキルソウルを手に入れたら装備してみてね。MP の消費。スキルが使えるようになるよ。あ、じゃあ新しい装備枠があるんだ。移動のこと、シフトダッシュにしましょう。はい、シフトダッシュですね。あ、早い。
早い。シフトダッシュの方が嬉しい。かっこいい決め台詞がマストですね。戦闘ボイスはもちろん。はい。あり。かっこいい。ゆうりさんっぽい。ゆうりさんは私が仲いいバーチャル YouTuber さんです。こういう技ですね。はい。だけで話していきましょう。他の人はどうしてるかって、みんな自分のことだけで精一杯なのよ。生きていても死んでいてもね。遠くを見つめる境界人と知り合った。アイテムがどんどんもらえる。どうやら、執着の対象と執着心の大きさで我々の能力が決まるようだ。私はお金に触れる。私が貯めた金は誰にも使わせはしない。私だけの金だからな。一人で全部使い切ってやるぞ。ふわはははっつって。まあでも死んじゃってんだけどね。聖者に憑依したいんだけど、相当な執着心が必要なようね。ダーストの千倍特許ってやつ。あ、ダーストは、その人に対してくっつけるんだ。と、あんたも現世に戻りたい口かい？やめときな。どうせ戻ったって何もできやしね。がたいのいい境界人。なんかあいつだけ立ちぐらったね。これ、あれ？これ神様？女神様？あ、これだ。狭間様がやり残したことはおそらく現世に、心向くままに参りましょう。女神に励まされた。お金もらった。ゲートの先は人によって違うみたい。一番思い出、強い思いが残された場所みたい。そこのうるさいのはどうやらゲートの番人みたい。この下のやつか。静かに畳みかける境界人と知れた。境界人、境界人って言っちゃう。ってことはまだあれか。他のやついるな。あ、待って、ここ通れない。これ何？あと。あ、セーブあるんだ。オッケーオッケー。じゃあセーブしていきましょう、一応。うん、オッケー。スケジュールって何？現世に降りてみよう。ああ、トゥードゥーリストみたいな。あ、プロローグみたいなの見れんの。異質な光景が広がっていた。いきなり襲いかかってくる幽霊に訳のわからない説明をする女死神。今回の夢はまた一段と本格的だ。だからまだ夢だと思ってんだね、こいつ。こいつ話したっけ？まだだった。見覚えのある女性。もしかして、コウスケくん？知り合いですか？お、お久しぶりです。峰岸先生かな。ちょっとメモ帳を見させてください。峰岸先生で会ってましたね。若干ね、メモ帳を見るとネタバレになっちゃうっちゃネタバレになっちゃうんだけど、まあでも、読み方やっぱ見たいんで、見ていきます。はい。うん、まあ、懐かしいわね。小学生の時以来かしら。一応ね、メモ帳には小学生の担任って書いてあったね。あ、担任とは書いてない。先生だった。そうなりますね。あの時はお世話になりました。でもちょっと待って、あなた何かの間違いでしょ？何があったの？あ、そう、死んでるからね。死後の世界なんだもんね。それがよくわからなくて、気づいてたらこうなってたんです。にしたってね、二人ともこっちに来るのが早すぎるわ。二人とも？もう一人いんの？誰？あと。エースケ、あれか、なんか、セミの音うるせえよな、みたいな話してた、あれかな。一度だけね、だいぶ前のことだけれど、今はどこに？現世に戻ってる？わからないわ。でも見かけないということは旅だったのかもしれないわね。そうですか、ありがとうございます。心細いかもしれないけど頑張るのよ、コウスケくん。はい、それではまた。なんかめっちゃアイテムくれる。回復アイテムとかこれ。うんしょ。希望の水、戦闘不能から復活させる。MP を25回復する。希望の泉か。雫だったかもしんない。満ち足りた顔をしている。もうこちらの声は届かないようだ。あ、この上が輪廻転生みたいな感じ？困って。上行ったらクリアになっちゃう、もしかして。セーブしよう、とりあえず。セーブして、ちょっと上行ってみようか。あ、境界人である限り上に登ることはできない。この先何があるんだろうか。あ、登れないんだ、まだ。こんな感じかな。とりあえずいろんな人と話、待って、このお姫さんはいつの間に？あ、これあれか。憑依したいってやつか。よいしょ。とりあえずこの、下の、門番っぽい人。番人マール。めちゃめちゃなんか可愛い顔してるけど。ん？君も。原神戻りたいんしね。いいっしよ。死ねとか言うな。原神ね、それにしてもえらく簡単なんだな。ん？消費抜けしか？じゃあなんかそれっぽく試練とか挟んじゃいますし。何時？いきなりなんか名前変わった感じなんだけど、名前っていうか雰囲気変わったんだけど、悪の門番になってるし。何時？我は蜃気楼の門を守るし、門番なり。ここを通してほしくば我を倒し。いや、なしで。いや、なしで。ごめんなさい、そういうのいいんで。ですよね、いってらっしゃい。こういうキャラでいいのかな。門番マールと知り合った。難易度とボイスの設定。ボイスはさっき、ボイスありにしたんで。境界人と話したり、聖者の話を聞いたりすると、お金やアイテムが手に入ることがあるようです。なるほどね。じゃあ話していこう、積極的に。では、参りましょう。さて、おー、学校とか。映りましたね、夕焼けも。
どうして死んじゃったんだろうっていうのを探しに行くのかな。お？海？ここって岬かな読み方これ多分ね、読み方リストとか関係なくね、私のね、あの漢字能力がなさすぎるだけなんでね。音は聞こえる、風も感じる、確かに感じている。なのになんだろうこの不思議な感覚は。教会人は死者ですから、感覚は聖者のそれと同じです。あの、お邪魔してすいません今日は。あー、あれね、もう死んでるから触れられないんだ。大丈夫だって、この時間ほとんど人来ないしさ。二人は、コウスケか、コウスケの存在に全く気づいていないようだ。聖者は死者を認識できません。できたとしてもそれはごく稀な。稀なんだ。女神様、いいよそういうのは。まだ信じてない、まだ信じてない。この状況なのに。感覚はあるけど動かせない。物を動かすことはできませんよ、なぜなら死んでいるからっていうね。もういいって言ってんだろ。申し訳ございません。まだ信じられない。17歳だから相当信じられないね。なんだよこれ。あ、水面に映ることはない、死んでるからか。これじゃあまるで死んでいるみたいじゃないか。きっとこれは悪い夢なんだ。夢に違いない、そうだろ。なんとか言ってくれよなあ。あー、辛いね。私はここでお待ちしています。狭間様の今日が有意義でありますように。くそ。目の前の現実から逃げ出したくて、気づけばかかとを返していた。かかとで読み語ってるかわからない。とにかく事実を否定する何かを見つけたかったんだと思う。おー、しののめかな読み方わかんねえものばっかだな、申し訳ない。多分しののめですねあれね。はい、きっとね、あの訂正とか入ってると思うんでコメントなんで。で、上下、左右で場所、上下で行き先を選択、エンターで、エンターで決定か、X でメニュー。お、いっぱいある。ふし町岬、狭間ハウス過去ルーム、あ、狭間ハウスまでか。じゃあ、狭間んち行ってみましょう。コウスケくんの家だね。自宅。うわぁ、これあれじゃない？仏壇とかあんじゃない？お母さんだ。みなこさんかな。ただいま。お母さん。姉貴、俺だ。お母さん、また寝られなかったでしょう。辛すぎか？これ、辛えな。そういうあなたもね。姉貴、母さん。うわぁ。なんだよこれ、見ていられない。いたたまれなくて2階の自室に向かった。階段のきしむ音は聞こえなかった。死んでるからか。片付けたのか。綺麗すぎるだろ。カレンダーも変わって4月。待てよ、昨日は3月24日のはずだぞ。じゃあ3月24日に死んでんのか。死んでから時間が経ってるのか。お父さんは仕事か。良くも悪くもいつも通りね。A ちゃんの時もそうだった。本当は参ってるのよ。見せないようにしてるだけなの。分かってあげて。あ、お湯が沸いた音しますね。これゲームの音ですよ。何か悪いことでもあったんですか？うん、分かってる。買い物行ってくるね。気をつけてね。何で死んだんだろう。気になるわ。やはりドアを掴むことはできない。その代わり開ける必要もなくなってしまったんだが。ラスター、犬。犬もかわいそう。ラスター、俺だ。お前、俺のこと見えるのか？ああ、犬とか見えるってよく言うよね。赤ちゃんとかさ。吠えてる。ラス、やめなさい。くーん、かわいそう。見えてんだろうな。こんなにも吠えるの珍しいわね。何もないところに向かってどうしたのよ。まるで幽霊でも見たって顔じゃないって馬鹿げてるわね。くーん。悲しい。また来るよ。おー、すげーこのゲームすげー。ですね、ちょっと早いんですけど、チュートリアルちょっとやって、まあすぐ
このゲーム始めて、で区切り早いんですけど、もう30分ぐらいプレイしてるんで、ここら辺で一回区切ろうかなと思います。はい、というわけで今後もゲーム実況やってまいります。今回はここら辺で区切ります。以上、ご視聴ありがとうございました。ムービンでした。バイバイ。